沼津市の学校給食では地元の企業が工場で生産しているレタスが採用され子どもたちはレタス栽培や食育に関する授業を受けました三島市の企業エルフィーグリーンの野菜工場で水耕栽培されたレタスが沼津市内の小中学校7校で給食に採用されたことを受け 昨日は近藤由衣社長らが小学2年生の児童に工場での栽培や食育に関する授業を行いました。た授業の後にはそのレタスを使ったレタスチャーハンが振る舞われ、子どもたちは笑顔で頬張りました。レタスめっちゃおいしい。え、なんかシャキシャキする。 食べることによって食の温かみを実際に感じてもらいたいなというふうに思ってます。子どもたちは地元の野菜の美味しさを噛みしめている様子でした。